葛飾区役所では人気サッカー漫画キャプテン翼の作者高橋陽一さんが代表を務める南葛 SC の稲本龍一選手らのサインが飾られています。葛飾区では今月12日から南葛 SC をより身近に感じてもらおうと、区民をはじめ多くの人が利用する区役所に選手のサインの掲示を始めました。南葛 SC ってどんなチームなのって、じゃあそこから多分葛飾ってどんな町なのっていうふうなところまで広がれば、それに越したことはないなと思っています。サイン色紙の下には南葛 SC のポスターも。この日は選手が区役所を訪れ、自分の顔写真の脇にサインをしていく場面も見られました。ポスター貼っていただいてもらっているので、僕も嬉しいですし、南葛 SC として葛飾区の顔としてなりたいなと思ってます。チームは現在関東リーグ一部の初戦から2試合連続での引き分け、次こそ勝ち星を挙げると意気込んでいます。メンバー集めただけじゃんって言われないように、結果でどんどん証明できたなって思ってます。応援してくれるファンたちの思いを背負い、第3節は明日、アウェーでエスペランサ SC と対戦します。